さんこんにちは。はじめまして。私は堂村慎太郎と言います。生まれは九州宮崎県北諸方郡高城町大和大井出大久保須田木村という12軒の村に15歳まで暮らしてまいりました。中学を卒業と同時に金の卵と言われた集団就職列車に乗って、この賑やかな大きな町の大阪市へと降り立ったのでありました。そこから一日観光バスで見学をさせられ、着いたところが現在の東大阪市。以前は布施市というところの御厨へ就職したのでありました。ここは小さな鉄工所でありましたが、18歳になるまで毎日会社でヤスリ掛けをした金型工の職人として毎日の仕事に邁進していたのでありますが、自分の生活上その会社に閉じこもっていることができず、18歳になって免許証を取り、そしてその明くる日から運送会社への面接へ行って、それから37歳になるまで全国を走り回る職業ドライバーとして仕事をしたものでありました。しかしその37歳の頃に浜松市で大きな事故を目撃したことから、明日は我が身と思い、その職業ドライバーを辞めることとして失業保険をもらっていた時に、昭和確か57年だったと思いますが、あの必殺仕事人というテレビドラマが放映された。それを見ていて、何でも屋のおかよさんのあののぼりを見て、ああ何でも屋というのをやってみようかと思い立ったのでありました。そしてその頃日本にはあまりなかった便利屋っていう仕事を始めたのでありました。その便利屋を仕事は毎日面白いように仕事はあったのですが、その中において一日一日活動している中において役所の不条理に少しずつ気づいてきたのでありました。その不条理とは忖度があるということを実感させられたのでありました。そのために私は政治行政に大きく注目したのでありました。便利屋の傍ら、自分たちが住んでいる町の役所に行き、そして仕事の依頼でお年寄りを連れて行ったり、そのような仕事も多数あったためによく役所へ出入りしたものでありました。そのような中において、その行っている政治行政の不備を正すという行動が、今言われる俗に愛国者が行うそのような活動だったように思います。そして昭和57年から昭和62年頃までその仕事の中において不条理を実感し、今度はその不条理に対して自分一人で調整を求めたり、そして要望書を出したりした活動を行ってきました。そのような活動がなぜか愛国者と言われる皆さんご存知の右翼団体ですね、この右翼団体の行動がほとんど政府に向かって、国外のその日本の国政に向かってする活動であったということを実感したんですね。
そして気がついた時にはその右翼団体といわれるところの一員として末端一員として活動するようになっていたんですね。そして自分で会を作り、そして活動してまいりました。現在その会も解散して、この赤い車ですね、現在はこの赤い車で活動しておりますが、皆さん右翼団体といえばこのような赤い車、おそらく全国でも私の車、一番最初に右翼団体として赤い車を作ったんではないかと思うぐらい、私はこの赤い車に愛着を持っておりました。それはなぜ赤い車にしたのか、日本の緊急車両、つまり緊急の時にサイレンを鳴らして活動するのがあの消防車ですね、消防署の消防車は緊急の時に出動する。そのために私が団体として作った車は日本の愛国者の緊急の時である。だから緊急車両でこの赤い車にしたのがその発想なんですね。そして常に右翼という、これを私は解散して早3年が経ちました。そして現在は一市民としてこの見張り番東大阪、これを称えてこの政治行政、各市町村のところに行ってさまざまな不条理、悪政、不正を正す活動に方向転換したんですね。この3年間の間でもさまざまな都道府県に行って、そして活動しております。滋賀県、奈良県、そしてこの大阪府、和歌山県、そのようなところに常にさまざまなおかしな、不思議な、変な、そのような行政があれば常に正していく。そして私が行っているのは、行政というものは必ず文章で提出される。そのために開示請求を元にして、根拠としてそれを入手してからその不備を正していく、そのような活動に転換して、現在毎日がさまざまなおかしな、不思議な、変な話のその証拠書類を手にしてから、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報しております。そして私たちこの国民市民が、現在政治というものが遠いところにあるのではないか、そしてテレビ新聞などもワイドショーさえ現在の政治家の不備、醜態、それを面白おかしくテレビ新聞等は報道しておりますね。今こそ自分たちの町、政治行政に注目する時が来ていると、私は市民の皆さんに訴える、活動を徹底的に今調査して、そして連日この証拠を持っての市民の候補へと活動を行っております。これからも徹底した市民の皆さんと共に、市民の知らない、市民のためにという、その政治家が行う市民のためには、当選した議員は常にすぐに利権のために、自分の利権の私利私欲のためにと変わります。それを絶対に変えない、自分たちの議員、町づくり、そのような議員を自分たちで育てていかなければなりません。これから市民の皆さんに東大阪市のさまざまなおかしな話、不思議な話、変な話を真相と事実の違うことを広報してまいります。